共同センターの長尾ゆりさん、お願いします。2回目の19日行動にご参加の皆さん、こんばんは。憲法共同センターの長尾と言います。私はここで皆さんとご一緒に改めて確認したいと思います。私たちは決して忘れない。私たちは戦争法の発動を許さず、戦争法を本当に廃止させる。私たちは諦めない。私たちは安倍政治を許さない。皆さん、このことをまず確認しようではありませんか。かつて同時テロ事件が起こりました。誰の命も奪われてはなりません。どんな理由をつけても命を奪うテロ行為は絶対に許されないということも確認したいと思います。テロを戦争で解決することはできません。暴力の連鎖、憎しみの連鎖を生み出すだけです。テロの温床となっている差別や貧困をこの地上からなくさなければなりません。私は今改めて日本国憲法の全文と9条の価値をかみしめているところです。さて、おとといの17日第3火曜日の宣伝行動を行いました。戦争法廃止を求める2000万署名に多くの方が駆け寄ってきて署名をしてくださいました。ずっと自民党支持者だったというある女性は、もう自民党を応援するのはやめました、この法律だけは許さないと言って署名してくれました。ある男性は、安倍政権はあまりに国民と憲法を無視しすぎだ、次の選挙で必ず審判下したいと憎しみを込めて署名をしてくれました。世論調査では成立後も6割が反対をし、8割が説明不足としています。戦争法廃止のために何ができるのか、多くの人が待ち望んでいた中で、総掛かり行動実行委員会の2000万署名が提出されました。待ちに待った署名です。世代を超え、党派を超えて、戦争法発端の一点で広げることのできる署名です。一人一人の市民と声を上げる場を作る署名です。2000万集め切って、市民の声を示して、野党にはしっかりと協働してもらいましょう。野党の共同で政府を変えて、戦争法を本当に廃止させましょう。